伊藤慶一、伊藤慶一、伊藤慶一,一、1917年8月23日から2016年10月29日は、日本の小説家、詩人、静かなン門藩などの戦場小説や、時代小説、私、小説風な新編小説などがある。日本芸術院会員。三重県三重郡新前村、原玉海地市の天台宗高格山大日寺に、 生まれる。4歳の時に交通事故で父が亡くなり、寺の所有をめぐる争いから7歳の時に家族で大阪に出て祖母、おばと同居。ついで1926年9歳の時に東京と転々とし、妹の療養のため徳山市にも2年間付き添った。教師を志して青山市半学校を受験するが失敗し、百三十二年十五歳の 時に立正中学に入学、文学に熱中する。1934年に総統州の寺院に見習いとして入寺し、旧正世田谷中学に転校。詩や小説の投稿を行うようになり、1935年に文芸首とに小説祖父一家が入選、掲載される。1936年に上野のゴム再生業店に勤め、 その後も、商社事務員、ビルの清掃業など職を転々としながら、日本師団などに投稿。詩の雑誌、くれない欄、さん、後に、馬車、さんが、教師、内在などに参加。1938年より、奈良市の騎兵隊に入隊。1939年に、北市に出兵。このまも試作を続け、単価数百を作った。 1941年に上退し、死死、馬車などで失策。1943年に再度招集されて、桜不評連隊入隊、南京などに配備され、上海郊外で五町として終戦を迎える。1946年に福音、母と妹の疎開先の三重県三重郡川島村に、ついで愛知県と橋市に住み、失策を続けながら、母と共に、 婦人啓蒙雑誌、不費を発行。1948年に上京し、中西金属工業に勤めながら、分断、不動調、現代誌、国際タイムズなどに詩を発表。1949年に、第一回、群像検証小説に、晩青で、加作入選しデビュー。日本研究者の学習雑誌、私たちの社会化に、少年小説。 指定の秘密を連載しながら、同社に転職。1950年、幼年クラブ二堂は、お月様の匂い発表。中谷隆夫の紹介で、禁煙者に転職。1951年、同任し、新表現に、参加、業種では、伊藤慶一特集が組まれた。1952年、雲と植物の世界で、芥川賞候補となり、文芸春秋に転載。 アリラン国境線で、講談クラブ賞次席、松下正、長井道子、杉本その子と4人会を作る。1953年、禁煙者がスポンサーとなっていた、同任し、文芸日本に参加して、編集実務を行う。また、講談社の講談クラブ賞関係の新人が、集まった、泉の会に1955年に参加し、 ほぼ同じメンバーで1956年に創刊した、同人誌、小説会議に参加した、同人は、幾戸正や、井口麻尾、池上真一、佐乙女三つ道門冬治、福本和也ら。文芸日本のパトロン巻野義春のところで、寺内大吉と知り合い、彼や芝良太郎が出そうとしているという、近代説話に、やはり、文芸日本の編集担当だった。 尾崎秀樹と共に参加した。またこの頃から釣りを趣味とする。1956年の敵は、サナイだ。の、講談クラブ掲載以後は、時代小説も執筆する。母と病弱の妹を抱えた、生活苦の中で、1960年末に、鹿版で300部の詩集、竹の思想を出版。その直後の1961年に、前年。 近代説話に掲載した、戦場での兵士を描いた短編小説、ホタルの川で、直木賞を受賞。ホタルの川が単行本化され、週刊新潮で悲しき戦記の連載が始まる。1963年に、禁煙者を退社して、作家専業となり、以後多数の小説を刊行。1962年、長年の疲労から倒れ、 野口春地下による生態奏法を受け始め、徐々に体質が改善する。1967年に結婚。1976年、日中友好日本作家代表団の一員として、中国訪問。1977年から93年まで、三重芸文教会の小説研究ゼミに、毎年出席。1978年、のびの会の法中団の副団長。 団長、高田敏子として、中国訪問。1987年、高田敏子らの死死、東華町に参加。1992年、第一回日中大衆文学シンポジウムに、副団長、団長、尾崎秀樹として、北京訪問。1997年の第二回にも、参加。中谷の死に伴い、1996年に、吉中寺。 落死者保存会理事となり、中谷を継いで22代無名案案主となる。中谷隆雄前週、1997年、編集委員も務める。1999年、妻が死去。2002年に再婚。2003年に、宮中課会はじめに招待。自転車で転倒して、骨髄骨折。2004年、宮中茶会に招待される。 1985年に四十法賞を受賞。2001年に日本芸術院賞、恩師賞を受賞。芸術院会員。2002年に君三刀随法賞を受賞。雲と植物の世界が文芸春秋に乗り、これは我が部隊のことではないか、と伊藤と同じ部隊の元兵士たちが集合した。それを真似、旧日本軍の各部隊で、 戦友会が生まれる契機となった。2016年10月29日に老水にて死去。99歳没。一連の戦争小説のうち、ホタルの川などは自身の中国戦線での経験をもとにしているが、ノモンハン戦記や遥かなインパールなどでは体験者の元兵士らに取材して執筆している。これらについて自身では、 戦場にいた兵士たちを代弁する語り部として、書いているものとして、戦場小説と呼んでいる。ホタルの川について、詩人の佐藤雅子は、詩人の資質を示す簡潔な文体の叙情かな、短編と表している。時代小説としては、風車の浜吉、鳥物綴りなどの鳥物帳、月下の憲法者などの憲号小説、姿勢の人々の暮らしを描いたものなどがある。 落日の日かは、宝塚歌劇団星組で、我が愛は山の彼方にというタイトルで舞台化された。1968年には、おぼろよが歌舞伎座で上演、愛の樹海はテレビドラマ化された。趣味の釣りを題材にした作品も、源流絵などを多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。